次は輪島の日本デビュー戦であります。相手はクレールインドの強行タイガージェットシン。控え室の表情をご覧いただいております。ふるさとで錦を飾ることができるんでありましょうか。日本中の目がこの輪島にすがれております。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は北陸放送の制作協力で輪島のふるさと七尾総合市民体育館より実況生中継でお送りしております。石川県七尾市はもう輪島フィーバーで大変なにぎわいを見せています。いよいよ日本デビュー戦でありますが、解説の山田さん、ズバリ輪島に何を期待しますか？そうですね、これが輪島流だというプロレスを見せてほしいですね、はい、なるほど。その輪島、いよいよ入場でございます。控え室にカメラが入りました。これが輪島の表情だ。俺は必ずやる、やってやってやりまくるしかない。日本の土を踏んで逆に開き直り落ち着きが出てきたと、このように語っておりました輪島博史であります。さあもう輪島の表情はもう赤鬼のようであります。闘志をもう目いっぱい表に表している輪島の表情、これから入場してまいります。輪島は今夜死力を尽くして戦い、勝負に勝って先代の花籠親方の墓参りをしたいとも言っています。男のけじめをつけるために帰国した輪島であります。さあふるさと七尾の市民が待っている。いよいよ入場が始まります。輪島の入場でございます。さあ山田さん、どういう勝負を見せてくれますかね。そうですね、非常にも期待でね、はい、なんかワクワクしますね。そうですね、石川県七尾市は能登半島の中心地、漁業、農業、観光で大きく発展しています。市民はプロレスラーとして人生の再出発をする輪島を温かく、そしてご覧のように熱狂的に迎えてくれました。さあ輪島です。輪島は4月の13日プロレスに転向、全日本プロレスに入団、6月から実戦訓練、7月にアメリカ本土に渡り第2次実戦訓練以来、タッグマッチ2勝、シングルマッチ5勝、7連勝で今夜ふるさと七尾で日本デビュー戦を迎えます。厳しい表情です。相当のプレッシャーがあるかと思います。輪島38歳、日焼けした顔、たくましくなったボディ、出発前とはもう別人のように本当にたくましくなりました。そしてセコンドには師匠のジャイアント馬場が入ります。さあリングに現れました輪島博史。ふるさとデビュー戦、これからセレモニーでありますが、リング上ミス和倉温泉から日本テレビ並びに番組の花束が輪島選手に贈られました。拍手大歓声のリング上、超満員の七尾総合市民体育館であります。さあ今夜の相手、今度はタイガージェットシンが入場してまいります。日本デビュー戦の相手はタイガージェットシンであります。まあなんという運命のいたずれでありましょうか。日本デビューの相手は震えるインドの虎、タイガージェットシンという強敵中の強敵、何をしでかすかわからない狂乱ファイト。これはセコンドに入っているジャイアントボバ、それから試合が終わった鶴田天竜、それから長州力、こういった一流の選手さえ手こずっている男であります。このタイガージェットシンがデビューの相手になりました。どうする輪島、どうする輪島。アメリカで戦ってきた相手とは正直言って実力が違う。7ヶ月間血の滲むような激しい訓練の成果をこのタイガージェットシンに果たしてぶつけることができるでありましょうか。だん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 表情が厳しくなってきた輪島の表情。タイガージェットシンの悪党ファイトは輪島デビュー戦に向けまして日を追って勢いを増してきました。さらに凶悪ラフプレー以上にグランドレスリングでも相当な実力者であります。このタイガージェットシン、キャリア20年のタイガージェットシンを仕留めるのは輪島至難の技かと思います。さあ輪島が天才格闘家の全てを出し切ってこのタイガージェットシンを倒すかどうか、それともタイガージェットシンが輪島の日本デビューを木っ端みじんに粉砕するか。いよいよ輪島の七尾決戦が始まります。これが相手のタイガージェットシンです。相当山田さん、手強い相手ですね。そうですね、まあ問題はね、このレスリングもできる、凶悪ファイトもやる、はい、このシンがどういう作戦で出てくるか、これにつきますね。そうですね、じっと輪島の入場を待ち受けております。輪島博史、さあ男になれるか。おっと、セコンドにはアシュラ花が入っています。両選手の紹介でありますが、ちょっと荒れ模様のリング上、さあ凶暴なファイトで輪島を翻弄するかどうか、タイガージェットシン。日本デビューだ、日本デビューだ。ふるさと七尾に錦を飾れるか。
輪島ひろし、おっと背中を見せた途端にサーベル攻撃、やはりラフプレーできた、後頭部をサーベルで打たれている、まだガンを取っていない。さあ大変な一戦になってまいりました。ちょっと予想もつかない展開でありますが、今日山田さん、タイガージェットシーンは紳士的な勝負をやると、記者団には語ってたんですけども、やはりラフプレーできましたね。そうですね、それも完全に不意をつく、非常にうまい作戦ですね。そうですね、相手がね、デビュー戦だって全く容赦しない、そういうね、真の根性の戦いですよ。そうですね。さあ輪島、注目の凱旋日本デビュー戦、果たしてどんな試合になるかどうか、まだガウンを取っておりません。この7ヶ月間アメリカで修練した必殺技がどこまでこの試合で出せるか、いくつの技が出せるのか、そういったところが今夜のテーマになるかと思いますが、しかしこのタイガージェットシンの奇襲攻撃で全く序盤戦手が出ません。おっと正面からものすごい勢いで、あれはマイクで疲れましたね、はい、マイクでね、まだガウンを取っておりません。目のあたりはね、目か額ですね。セコンドのジャイアント馬場の動きをちょっと追ってみたいと思いますが、すぐ輪島のそばにいますね、輪島のそばにいますが、それから石川隆がいますね、そうです、マイティ井上あたりもいます。今ガウンを脱いだ、やっと上半身裸になった。さあどうやって這い上がってくるか、試練の勝負だ、輪島頑張れ、輪島試練の勝負だ、男になれるかどうか。日本デビュー戦、足を取った、引きずり込んだ、青い鉄柱攻撃、これはいい攻撃だ、青い鉄柱攻撃、輪島、さあいけいけ、輪島が思い切った勝負に出てまいりました。相当対タイガージェット陣作戦も山田さん考えたようですね。そうですね、シンがね、ああいう戦いで来るならば、やはり輪島選手としても根性でいかなきゃなんですね。はい、輪島の猛反撃が始まりました。今夜の輪島は黄色いトランクス、白いシューズ、これはアメリカデビュー戦で白星を飾った時のものであります。弦を担ぎました輪島日本デビュー。さあキックでいきました。キック力というのはどうですか、今のところね、まだ夢中でやってるようですがね、芯もね、結構ダウンしてますからね。そしてスピニングトーホールドだ、ドリーパンクジュニア自己ビッグ、スピニングトーホールド1回転2回転、スピードどうですか、最初のスピニングトーホールドなかなか良かったですね、2回転目はね、ちょっとうまくかかってなかったですよね、さあタイガージェットシンがリングの中に出てまいりましたので、ここで輪島にも勝機が出てまいりました。もういわゆる7ヶ月間アメリカでもう血のにじむような練習をした、その成果をもういくつでもいいから出してもらいたいですね、問題はね、シンの出方だと思いますね。そうなんですね、こうやって突如としてまた綿に転向してきてますね、ですから凶悪ファイトをやったと思ったら、今度オーソドックスなレスリングをやってくる、これをね、惑わされるわけですよ。フリー4の字固め、タイガージェットシン、リングの中央グランドでの展開、相手は極悪レスラーだ、クリーンな試合になることを望みたい。しかし新得意の荒っぽい反則攻撃で輪島つぶしに出てくるかどうか、ここからディフェンスを見ましょう。そうです、山さん、攻められた時にね、どうね、防御し、どう返していくか、この辺がね、見たいですね。そうですね、山さん言われますように、この日本デビュー戦の、輪島試合の内容と結果が今後大きく左右するだけに重要な一戦になりました。リング上グランドの展開であります。やはりね、シンは老快ですから、輪島選手が非常に腕力でですね、この首を脱ぎを外してるんですが、そのたんびにヘアプーリングでね、髪の毛を掴んでやり返してますね。そうなんですね。さあしかし輪島が仁王立ち、またスピニングトーホールドで出ていった。ドリーファンクジュニアがもう懸命に教え込んだスピニングトーホールドを多用しています。さあおっと2回転しましたね、いい攻撃です、ゆっくり腰を落としてますね。そうなんですね。さあ輪島選手のこの大変身を遂げた体でありますが、身長は185センチ、体重は125キロ、胸囲115センチ、足の長さ28センチ、この体重125キロというのは山田さん、第54代横綱時代の体重だそうですね。そうですね、体は完全にね、元以上、大変にプロレスラーらしい体型になってきましたね。そうなんですね。さあこれが輪島の勇姿です。おっと正面に突っ込みましたが、おっと狂気ですね、タイガージェットシン黒いトランクスから狂気を出した。この洗礼は輪島にとっては初体験でしょうね、非常にね、今輪島選手の方から突っ込んでいくところをカウンター食いましたからね。そうなんですね。さあちょっと苦しい表情を見せてはおりますが、しかし闘志を表す。さあ輪島が前に出ることを望みたい。おっと後ろに下がってはいけません。さあ突っ張り相撲技を出してきた。さあ行ったぞチョップ、ご覧ください、この力強い輪島レスラー輪島の姿がある。打った打った打った打ちまくれ輪島です。
いやしかし自分のペースになるかと思うとすぐにタイガー・ジェット・シンがまた戻してしまいますね。そうですね、さあ今度はスモータックルか、立ち上げに行ったぞ、スモータックルだ。7ヶ月間の本当に苦しい修行で黄金の左ゴールデンアームボンバー、それからスモータックル、二段式首折り、ネックブリーカードロップ、いろいろな技を習得いたしました。さあおっと間に上樋口がいます、間に上樋口がいます。もう本人は夢中ですから見えないのかもしれませんね。そうですね、おっとおっと上樋口を間に挟んでもうタックル、スモータックルに行った。上樋口レフリーがサンドイッチ状態にされて場外に落っこちそうであります。まだエプロンだ。おっとリングの中レフリーがいなくなりましたか。おっと大変な、ね、大変な勝負です。さあここから根性を出せ輪島、日本デビュー戦、さあふるさとに錦を飾れるか。場外に出たと、場外に出たと、いつの間にかリングサイドにはジャンボ鶴田もいる、非常に心配そうだ輪島の日本デビュー。さあ外で抱き合った、すごい勢いだ。もうがむしゃらに、こうなったら山さん格闘を見せるしかないですかね。そうですね、もうあの技とかね、はい、何とか言わずにね、もうガンガン行った方がいいですよ。過去アメリカでの7戦の勝負は場外での勝負は一つもありません。いわゆるオーソドックスな勝負でした。輪島にとっては初体験のリングサイドでの勝負、今どうやらゴングが鳴っているような感じでありますが、もう超満員の七尾のお客さんの大声援でこのゴングが聞こえません。輪島がまた突っ込んだ、場外で輪島が突っ込んだ、正面から激突、すごい勢いで殴り合う、打ち合う。さあなんとか勝利が欲しい、勝利が欲しい。輪島のデビュー戦、今ゴングが乱打されておりますが、さあこれは勝負は場外リングアウトかどうか、まだはっきりはしません。今おっとジャイアントババが間に挟んで、おおまたやれ、またやれと、またやれと言ったようです。今なんか耳で聞こえましたけど、輪島選手の反則負けですか。今輪島の反則負けがコールされました。ふるさと七尾に山田さん、結果的には錦を飾ることができませんでしたね。でもね、勝ち負けはあんまりこだわることないですね、はいはい、とにかくねあれだけガンガン行ったんですから、はい、もうレフリーに当たってしまって、反則負け、これはやむを得んですよね。そうでしょうね、サーベル攻撃、それから、外での、まあ、ラフプレー、これも輪島選手にとりましてはもう本当に初体験だったと思います。まあ、プロレスラーとして日本に帰ってきた輪島、しかもふるさとのデビュー戦、おそらく相当なプレッシャーがあったことでありましょう。必死のファイト、本当に必死のファイトでした。さあ輪島が一旦リングの中に戻ってまいります。白星で飾ることはできません。サイドには天竜だ。輪島は今日控室に、全日本プロレスに控室に行った時に、おっと天竜を跳ねのけて、またタイガージェットシーンを追いかけるようだ輪島。そうですね、いやいい根性ですね。いい根性してますね。とにかく今日ね、はい、あのリングサイド、あのアウトサイドリングになってからも、はい、輪島選手の方がねガンガン仕掛けてましたからね、はい、またタイガージェットシーンを追いかける輪島であります。まあ本当に必死のファイトでございました。まあ、問題はいろいろ残るかと思いますが、まだ山さん発展途上の輪島ですからね、温かく見守っていきたいですね、はい、しかしね、これだけね日本デビュー戦でいい根性を見せてくれたんですから、はい、これは期待はますます膨らんできますね。そうですね、今夜輪島選手のお母さん乙女さんはもう怖くてと言って会場には来ておりません。おっとジャイアント馬場が輪島選手をもう一度リングの中に戻そうというところでしょうか。右手を上げておりますが、相当プレッシャーの戦い、プレッシャーとの戦いではありましたけれども、七尾のお客さんはどうでしょうか、満足したんでしょうかね。本当によくやったという気持ちでしょうね、はい、そうでしょうね。輪島のお母さん乙部さんは会場には来ておりません。しかし今夜輪島選手はおそらくおふくろさんのふるさと料理を試合が終わりましたので味わうんではないでしょうか。さあ輪島が再びリングの中に出てまいりました。しかしレスラー輪島には休みはありません。この後直ちにアメリカ最終行でございます。来週のこの時間は輪島、そしてリングに現れました天竜、それからおそらくリングサイドにいるでしょう、鶴田がやってまいりました、ジャンボ鶴田、そしてジャイアント馬場と一緒にアメリカサウスカロライナ州スパータンパークに登場いたします。私はあの判定はね、不公平だと思ったんですよ。そうですよね、両方反則ならいいですね、はい、今新たなる結果が告げられました。5分50秒両者反則という最低でございます。再びタイガージェットシンがリングサイドにやってまいります。さあもう一回勝負をしてみせろ、熱くなったぞ七尾市民、超満員の七尾市民、
会場には小学校時代の同級生、中学校時代の同級生、もう輪島選手のふるさとでありますので、輪島もちろん一色であります。おっとタイガージェットシンがまた暴れまして、リングにおっと椅子を放り投げてやってきた。輪島が応戦、輪島応戦、輪島がいった。本当に勇気ある輪島であります。いやー、これだけ輪島がラフプレーをやるとは思いませんでしたね、山田さん。あ、そうですね、まあ、こういう風な、ね、はい、試合展開になったら、目には目をでいくしかないですよね。なるほど、そうでしょうね、まあ、この輪島をレスラーに仕立てたのは、今日セコンドに入りましたジャイアント馬場、そして元世界チャンピオンパットーコーナー、ザ・デストロイヤードリーファンクジュニア、そしてネルソンロイヤル、こういった人たちの熱心な指導と英才教育によりまして、輪島はリングに生きる男、完全なるレスラーになったのです。まさに山田さん、身も心もレスラーそのものですね。そうですね、本当にね、やる気満々、はい、いい根性してますね。そうですね。さあ、ふるさとの市民に右手を高々と上げまして挨拶であります。熱い声援が沸き起こっている七尾のお客様。さあ、輪島はこの後、先ほどもご案内いたしましたが、アメリカ再始業の旅に出ます。全日本プロレスの三強と一緒に帯同いたします。サウスカロライナ、ノースカロライナ、来週はこの輪島選手のサウスカロライナ州スポーターンパークでの会場の試合、おそらくシングルマッチをご覧いただけるかと思いますけれども、海外特別試合、海外遠征、スポーターンパーク大会をお送りする予定になっております。海外遠征の勝負もどうぞお楽しみに願いたいと思いますが、山田さん、最後にちょっと採点をしてもらいたいんですけども、今夜の輪島。そうですね、今日はああいうラフな形のね、はい、試合になってしまったんで、まあ採点つけにくいんですけれども、はいはい、とにかくね、動き根性ともにね、私は合格点を差し上げたいと思いますね、はい、あ、そうですか、背中をご覧いただいております輪島選手、もう肉体的には山田さん申し分ないですよね。そうですね、それで今日のコンディションも非常に良かったですし、はい、まあ、何よりもね、とことん最後の最後までね、追いかけていった、はい、根性に敬服しました。そうですね、まあ、日本でデビューいたしました。来週の方は海外特別試合、輪島の海外での勝負をご覧いただきます。海外遠征決戦、スポーターンパーク大会をお送りいたします。まだはっきりはしません。今、おっとジャイアントババが相手に挟んで、おまたやれ、またやれと、またやれと言ったようです。今なんか耳で聞こえましたけど、輪島選手の反則負けですか。今輪島の反則負けがコールされました。ふるさと七尾に山田さん、結果的には錦を飾ることができませんでしたね。でもね、勝ち負けはあんまりこだわることないですね、はいはい、とにかくね、あれだけガンガン行ったんですから、はい、もうレフリーに当たってしまって、反則負け、これはやむを得んですよね。そうでしょうね、サーベル攻撃、それから、外での、まあ、ラフプレー、これも輪島選手にとりましてはもう本当に初体験だったと思います。まあ、プロレスラーとして日本に帰ってきた輪島、しかもふるさとのデビュー戦、おそらく相当なプレッシャーがあったことでありましょう。必死のファイト、本当に必死のファイトでした。さあ、輪島が一旦リングの中に戻ってまいります。白星で飾ることはできません。サイドには天竜だ。輪島は今日控室に、全日本プロレスに控室に来た時に、おっと天竜を跳ねのけて、またタイガージェットシーンを追いかけるようだ輪島。そうですね、いやー、いい根性ですね。いい根性してますね。とにかく今日ね、はい、リングサイド、アウトサイドリングになってからも、はい、輪島選手の方がね、ガンガン仕掛けてましたからね、はい、またタイガージェットシーンを追いかける輪島であります。まあ、本当に必死のファイトでございました。まあ、問題はいろいろ残るかと思いますが、まだ山さん、発展途上の輪島ですからね、温かく見守っていきたいですね、はい、しかしね、これだけね、日本デビュー戦でいい根性を見せてくれたんですから、はい、これは期待はますます膨らんできますね。そうですね、今夜輪島選手のお母さん乙女さんはもう怖くてと言って会場には来ておりません。おっとジャイアント馬場が輪島選手をもう一度リングの中に戻そうというところでしょうか。右手を上げておりますが、相当プレッシャーとの戦いではありましたけれども、七尾のお客さんはどうでしょうか。満足したんでしょうかね。本当によくやったという気持ちでしょうね、はい、そうでしょうね。輪島のお母さん乙部さんは会場には来ておりません。しかし今夜輪島選手はおそらくおふくろさんのふるさと料理を試合が終わりましたので味わうんではないでしょうか。さあ、輪島が再びリングの中に出てまいりました。しかしレスラー輪島には休みはありません。この後直ちにアメリカ最終業でございます。来週のこの時間は輪島、そしてリングに現れました天竜、それからおそらくリングサイドにいるでしょう、鶴田がやってまいりました。ジャンボ鶴田、
そしてジャイアント馬場と一緒にアメリカサウスカロライナ州スパータンパークに登場いたします。私はあの判定はね、不公平だと思ったんですよ。そうですよね、両方反則ならいいですね、はい、今新たなる結果が告げられました。次は輪島の日本デビュー戦であります。相手はクレールインドの強行タイガージェットシン。控室の表情をご覧いただいております。ふるさとで錦を飾ることができるんでありましょうか。日本中の目がこの輪島にすがれております。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は北陸放送の制作協力で輪島のふるさと七尾総合市民体育館より実況生中継でお送りしております。石川県七尾市はもう輪島フィーバーで大変なにぎわいを見せています。いよいよ日本デビュー戦でありますが、解説の山田さん、ズバリ輪島に何を期待しますか？そうですね、これが輪島流だというプロレスを見せてほしいですね、はい、なるほど。その輪島、いよいよ入場でございます。控え室にカメラが入りました。これが輪島の表情だ。俺は必ずやる、やってやってやりまくるしかない。日本の土を踏んで逆に開き直り、落ち着きが出てきたと、このように語っておりました輪島博史であります。さあ、もう輪島の表情はもう赤鬼のようであります。闘志をもう目いっぱい表に表している輪島の表情。これから入場してまいります。輪島は今夜死力を尽くして戦い、勝負に勝って先代の花籠親方の墓参りをしたいとも言っています。男のけじめをつけるために帰国した輪島であります。さあ、ふるさと七尾の市民が待っている。いよいよ入場が始まります。輪島の入場でございます。さあ、山田さん、どういう勝負を見せてくれますかね。そうですね、非常にも期待でね、はい、なんかワクワクしますね。そうですね、石川県七尾市は能登半島の中心地、漁業、農業、観光で大きく発展しています。市民はプロレスラーとして人生の再出発をする輪島を温かく、そしてご覧のように熱狂的に迎えてくれました。さあ、輪島です。輪島は4月の13日プロレスに転向、全日本プロレスに入団、6月から実戦訓練、7月にアメリカ本土に渡り第2次実戦訓練以来、タッグマッチ2勝、シングルマッチ5勝、7連勝で今夜ふるさと七尾で日本デビュー戦を迎えます。厳しい表情です。相当のプレッシャーがあるかと思います。輪島38歳、日焼けした顔、たくましくなったボディ、出発前とはもう別人のように本当にたくましくなりました。そしてセコンドには師匠のジャイアント馬場が入ります。さあ、リングに現れました輪島博史。ふるさとデビュー戦、これからセレモニーでありますが、リング上ミス和倉温泉から日本テレビ並びに番組の花束が輪島選手に贈られました。拍手大歓声のリング上、超満員の七尾総合市民体育館であります。さあ、今夜の相手、今度はタイガージェットシンが入場してまいります。日本デビュー戦の相手はタイガージェットシンであります。出せるか、いくつの技が出せるのか、そういったところが今夜のテーマになるかと思いますが、しかしこのタイガージェットシンの奇襲攻撃で全く序盤戦手が出ません。おっと、正面からものすごい勢いで、あれはマイクで疲れましたね、はい、マイクでね、まだガンを取っておりません。目のあたりはね、目か額ですね。セコンドのジャイアント馬場の動きをちょっと追ってみたいと思いますが、すぐ輪島のそばにいますね、うん、輪島のそばにいますが、あ、それから石川隆がいますね。マイティ井上あたりもいます。今ガンを脱いだ、やっと上半身裸になった。さあ、どうやって這い上がってくるか、試練の勝負だ。輪島頑張れ、輪島頑張れ、輪島試練の勝負だ。男になれるかどうか、日本デビュー戦、足を取った、引きずり込んだ、青い鉄柱攻撃、これはいい攻撃だ、青い鉄柱攻撃、輪島。さあ、いけいけ、輪島が思い切った勝負に出てまいりました。相当対タイガージェット陣作戦も山田さん考えたようですね。そうですね、まあ、シンがね、ああいう戦いで来るならば、やはり輪島選手としても根性でいかなきゃなんですね。はい、輪島の猛反撃が始まりました。今夜の輪島は黄色いトランクス、白いシューズ、これはアメリカデビュー戦で白星を飾った時のものであります。弦を担ぎました輪島日本デビュー。さあ、キックでいきました。キック力というのはどうですか、ね、今のところね、まだ夢中でやってるようですがね、シン、はい、もね、結構ダウンしてますからね。そしてスピニングトーホールドだ。ドリーファンクジュニア仕込み、スピニングトーホールド、1回転2回転、スピードどうですか、うん、最初のスピニングトーホールドなかなか良かったですね、はい、2回転目はね、ちょっとうまくかかってなかったですよね、はい、さあ、
タイガージェットシンがリングの中に出てまいりましたので、ここで輪島にも勝機が出てまいりました。もういわゆる7ヶ月間アメリカでもう血の出るよ、血の滲むような練習をした、その成果をもういくつでもいいから出してもらいたいですね、はい。問題はね、はい、あのシーンの出方だと思いますね。そうなんですね、こうやってあの突如としてまた技に転向してきてますね、はい。ですから凶悪ファイトをやったと思ったら、今度オーソドックスなレスリングをやってくる、これをね惑わされるわけですよ。フリー4の字固め、タイガージェットシン、リングの中央グランドでの展開、相手は極悪レスラーだ、クリーンな試合になることを望みたい。しかしシン得意の荒っぽい反則攻撃で輪島潰しに出てくるかどうか、ここからディフェンスを見ましょう。そうです、山さん、はい、あの攻められた時にね、どうねあの防御し、どう返していくか、はい、この辺がね見たいですね。そうですね、まあ、山さん言われますように、この日本デビュー戦の、輪島試合の内容と結果が今後大きく左右するだけに重要な一戦になりました。リング上グランドでの展開であります。やはりね、シーンは老快ですから、はい、あの輪島選手が非常に腕力でですね、この首を抜きを外してるんですが、はい、そのたんびにあのヘアプーリングでね、髪の毛を掴んでやり返してますね。そうなんですね、そうなんですね。さあしかし輪島が仁王立ち、またスピニングトーホールドで出ていった。ドリーファンクジュニアがもう懸命に教え込んだスプリングトーホールドを多用しています。さあそしてさあ、おっと2回転しましたね、これね、いい攻撃です、いい攻撃です。腰を落としてますね。そうなんですね。さあ輪島選手のこの大変身を遂げた体でありますが、身長は185センチ、体重は125キロ、胸囲115センチ、足の長さ28センチ、この体重125キロというのは山田さん、あの第54代横綱時代の体重だそうですね。そうですね、体は完全にね、はい、あの元以上大変にプロレスラーらしい体型になってきましたね。そうなんですね。さあそれがこれが輪島の勇姿です。おっと正面に突っ込みましたが、おっと狂気ですね、タイガージェットシン黒いトランクスから狂気を出した。この洗礼は輪島にとっては初体験でしょうね、はい。非常にね、はい、今あの輪島選手の方から突っ込んでいくところをカウンターと言いましたからね。そうなんですね。さあちょっと苦しい表情を見せてはおりますが、しかし闘志を表す、闘志を表す。さあ輪島が前に出ることを望みたい。おっと後ろに下がってはいけません。さあ突っ張りだ、突っ張り、相撲技を出してきた。さあ行ったぞチョップ、ご覧ください、この力強い輪島レスラー輪島の姿がある。打った、打った、打った、打ちまくれ輪島です。いやしかし自分のペースになるかと思うと、すぐにタイガージェットシンがまた戻してしまいますね。そうですね、さあ今度は相撲タックルか、立ち上げに行ったぞ、相撲タックルだ。7ヶ月間の本当に苦しい修行で黄金の左ゴールデンアームボンバー、それから相撲タックル、二段式首折り、ネックブリーカードロップ、いろいろな技を習得いたしました。さあおっと間に上皮口がいます、間に上皮口がいます。もう本人は夢中ですから見えないのかもしれませんね。そうですね、おっとおっと上皮口を間に挟んで、もうタックル、相撲タックルに行った。上皮口レフリーがサンドイッチ状態にされて場外に送別そうであります。まだエプロンだ。おっとリングの中レフリーがいなくなりましたか。おっと大変な、大変な勝負です。さあここから根性を出せ輪島、日本デビュー戦、さあふるさとに錦を飾れるか。場外に出たと、場外に出たと、いつの間にかリングサイドにはジャンボ鶴田もいる、非常に心配そうだ輪島の日本デビュー。さあ外で抱き合った、すごい勢いだ、もうがむしゃらに。こうなったら山さん、格闘を見せるしかないですね。そうですね、もうあの技とかね、はい、なんとか言わずにね、もうガンガンいった方がいいですよ。過去アメリカでの7戦の勝負は場外での勝負は一つもありません。いわゆるオーソドックスな勝負でした。輪島にとっては初体験のリングサイドでの勝負、今どうやらゴングが鳴っているような感じでありますが、もう超満員の七尾のお客さんの大声援でこのゴングが聞こえません。輪島がまた突っ込んだ、場外で輪島が突っ込んだ、正面から激突、すごい勢いで殴り合う、打ち合う。さあなんとか勝利が欲しい、勝利が欲しい輪島のデビュー戦。今ゴングが乱打されておりますが、さあこれは勝負は場外リングアウトかどうか。まあなんという運命のいたずれでありましょうか。日本デビューの相手は震えるインドの虎、タイガージェットシンという強敵中の強敵、何をしでかすかわからない狂乱ファイト。これはセコンドに入っているジャイアントババ、それから試合が終わった鶴田天竜、それから長州力、こういった一流の選手さえ手こずっている男であります。このタイガージェットシンがデビューの相手になりました。どうする輪島、どうする輪島。アメリカで戦ってきた相手とは正直言って実力が違う。7ヶ月間血の滲むような激しい訓練の成果をこのタイガージェットシンに果たしてぶつけることができるでありましょうか。だん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 表情が厳しくなってきた輪島の表情。タイガージェットシンの悪党ファイトは輪島デビュー戦に向けまして日を追って勢いを増してきました。
さらに凶悪ラフプレー以上にグランドレスリングでも相当な実力者であります。このタイガージェットシン、キャリア20年のタイガージェットシンを仕留めるのは輪島至難の技かと思います。さあ輪島が天才格闘家の全てを出し切ってこのタイガージェットシンを倒すかどうか、それともタイガージェットシンが輪島の日本デビューを木っ端みじんに粉砕するか。いよいよ輪島の七尾決戦が始まります。これが相手のタイガージェットシンです。相当山田さん手強い相手ですね。そうですね、まあ問題はね、このレスリングもできる、凶悪ファイトもやる、はい、このシンがどういう作戦で出てくるか、これにつきますね。そうですね、じっと輪島の入場を待ち受けております輪島ひろし。さあ男になれるか。おっとリン、おっとセコンドにはアシュラ花が入っています。両選手の紹介でありますが、ちょっと荒れ模様のリング上、まあ、凶暴なファイトで輪島を翻弄するかどうかタイガージェットシン。日本デビューだ、日本デビューだ、ふるさと七尾に錦を飾れるか輪島ひろし。おっと背中を見せた途端にサーベル攻撃、やはりラフプレーできた。後頭部をサーベルで打たれている。まだまだガンを取っていない。さあ大変な一戦になってまいりました。ちょっと予想もつかない展開でありますが、今日山田さん、タイガージェットシンは紳士的な勝負をやると、まあ、記者団には語ってたんですけども、やはりラフプレーできましたね。そうですね、まあ、それもあの、完全に不意をつく、はい、非常にうまい作戦ですね。そうですね、まあ、相手がね、デビュー戦だって全く容赦しない、はい、そういうね、真の根性の戦いですよ。うん、そうですね。さあ輪島注目の凱旋日本デビュー戦、果たしてどんな試合になるかどうか。まだガウンを取っておりません。この7ヶ月間アメリカで修練した必殺技がどこまでこの試合で